おはようございます。ティラと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。酒飲みです。酒を飲んだ私のあの後にライブじゃねえ、動画撮ってます。はい、私酒がすごく弱い方ですね。一本で頭がクラクラするんです。はい。ちなみに私、氷結ばっか飲んでます。ビール飲めません。というわけで今日は、いろんな、今までなんかね、変な企画やってたじゃないですか。夜勤明けとかさ。今回はさ、酒でいきたいと思います。よろしくお願いします。おう、はぎ。おう、はぎ。カモンベイビーアタック。カモンベイビーアタック。お前の攻撃全部ミス。おはぎ新しい時代。おはぎ攻撃かわされ、おはぎチューパばかりの大会にこの胸はち切れそう。すげえチーム、俺酒飲みな考えたらこんなチームね、チームで。行くぜ。チームはですね、エビルスピリッツ一声箱怪しい影でございます。はい。こちらね、マルチブレスお宝や闇討ちとね、ギャンブル要素、満点となっております。いいのか、それで。はい。というわけで、ね、私の今回のチームはですね、すべてにおいて、マルチブレスとかお宝とか、いろんな選択肢があるような、モンスターですね。で、ブレス攻撃ができます、皆さん。はい。一時言いましたよね。このゲームはブレスが強いんですよ、ブレスがね。はい。ブレス系統が強いんで、まあ、ブレスでバチコイダメージ出していきたいと思います。はい。いきます、必殺お宝。はい、よいしょ。ん？打撃。それ打撃ブレス。お宝の中ではね、火の息が出てほしいな。火の息ブレス出たら超強いからね。見え！結構クラウビアよ。うわっ、水素質ですね。まあ私よりやる気ないですよ。酒飲んだらグラッとしちゃうんですよ。闇討ちだ、いけ、うん、毒の爪ラッキー、それはいいね。ストーマーひょいって避けてるのはまあ見ないことにしとくね。ねえ、あっ、今超立ち草があるの遅くない？お城モード遅くない？そしてね、このエビルスピリッツマルチブレス、これもランダムブレスでございます。はーい、何これ。あ、いいね、いいよ、マヒブレスなんだ。それは効くべよ。うん、それはいいよ。うん、オッケーお宝暗闇の霧、このね、吐いていく息でね、ひたすらブレスのお尻でいきましょう。ブレスのお尻ね、暗闇で暗黒ブレスです。いきます。はーい、よいしょ。いやー、強い強い、マジで強いじゃん。こんな強いんだね。さ、はい、お宝打撃ブレス。お宝の中ではね、いろんなブレスが出るけど、火の息ブレスがマジで強いんだよね。お宝の炎の息が出るとマジで強い。ドラゴンより強いんだよ。パンドラボックスの火の息が出た時はドラゴンより高い火力を持ってんだよね。ダウンウォールを食らっていく。パンドラちゃんここでね、マルチブレスター再び。いくぜ、何が飛び出す？はい、ダメだ。そりゃダメだ。ああ。ちょっと待って。さ、一つ言っていい？チャンネル登録者700人超えてるやつのさ、やること、いくぜ。いや、700人超えてるチャンネルでやることじゃねえ。銀のタロット一発勝負、ギャンブルよ。はい、行ってみよう。え、あー、出た、これ。これ、この一旦は止まってます。私たち、この一旦止まります。あー止まっている。この一旦、誰も動けねえ。この一旦、誰も動けないよな。シュールだからやめろ。勝ちとか負けとかバズって
もうこのね、ランダムブレスがどれだけ、ランダムブレスだよね、もうね、もうギャンブル、ギャンブル、も楽しんでいこうぜ、なあなあなあ、楽しもうぜ、はい、オッケー、ラッキー、ここラッキーね。いいね、高速切り外していく、あんなドヤ顔しといてね、あんな、あいつあんなドヤ顔してんだよ。いきます暗闇の霧で、弱点取っていく、メタルキングの、うん、めっちゃ効くね。ここで暗黒呪文ドルマいきます。エビスの高い賢さが繰り出されるドルマ、はい、強い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 、普通に強いじゃん、強化してないんだけどね、エビレスビーツね、強化してないんですけどね、賢さ結構出るんだね。あー、いや、まあ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 、お宝いきますよ、いくぜー、オッケー、うわ強っうわ強っ130はやべえよ、やばいねそれは、やばばやばばよーし、まあさっきはね、あのコンピューの補正だからやってんなーだから、コンピューのやってんなーだからさ、うん、なんていいんですよ、コンピューのやってんなーですよ、あれ、まんなもんさ、認める、おんなもん負けと認めたからな、気持ちで勝って、気持ちで勝って、もう別に何だっていいわ、気持ちで勝ってたらいいのかな、もう気持ちで、なん勝負を楽しめてない、あいつは勝負楽しめてないから、あれは、ね、勝負楽しめない、あいつは、うん、勝負は楽しむんだ、そうだろ、うん大丈夫、悪用してないわあ、爆発剣ちゃんと選ぶね。あ、パンドラちゃんが来るね。パンドラちゃん剣の珍しいな。いいね、パンドラちゃん。いいよ、いいよ。いいよ。その余計はでかいんだよ。でかいでかい。いいよ。穴掘り。いいよ、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 大丈夫だ。さあ、こっから返すぞ。何が飛び出す？マルチブレス？せーの、ハイギャンブルーそれか。一番意味ないやつだ。守備力低下意味ないね。さあ、ギャンブル、ギャンブル、はい、よいしょ、いいね、強っ。あー、でもき、んー、そうか、今の毒の息なんで追加ダメージ発動すれば本当に強かったよ、追加ダメージ発動すれば本当に強かったんだけどね、今ちょっと残念ですね、追加ダメージ発動すればマジで強かった、今のはこのランダムアタックパーティーいいね、完全にもう全てをね、運に任せていくからね、こっちは。何がやるか分かんねえからな、みんな。全員一発だからね、このクシメント。全員一発やじゃん。何かと。ほんまの一発やは、まあ、パンドラボックスとかも、そうなんやけど。あー、結構食らうね。行きましょっか。暗闇の霧。はーい。あかん！それはダメだ。しかも、いたずらもぐらい受けるんかよ。あんま受けないんだけどな、こいつ。うわ、これでトントンか、爆裂剣を避けたあたりも考えて。まあ、こっからパンダーちゃんとエビスピッツなんとかないよ。いっけ。いくぜ。はい、オッケー、打撃ブレス。打撃ブレス。そしてマルチブレス、いくぜ。マルチブレス、炸裂よし、マシさせたぞ、ここで銀のタロットちょっと待って、俺だけあんま削れてないな、 HP、 あれ、ちょっと待って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 、俺らあんまり削れてないぞ HP、 いや、ここで銀のタロットでバチコリ、いや、引いてっから見とけ見とけ、行きます、見といてくださいよ、行きます、はい、おい、え、おい、なるほど、わお、わお、わお、それはすごいね、はい、よいしょ、いらねえいらねえ、それは一番いらんわ、今一番いらん今年だね、それは今いらんわ、てかリザードは麻痺したり魅了したり眠ったり散々だな、お前、いや、見とれるは強い、それは強いね、マルチブレスいきます、はい、守備力、守備力低下意味ないね、それは意味ない、さあ、いいね、暗闇の霧、いいよ、いいね、まあまあまあ当てただけしっかりしっかりでも大丈夫、すげえなー、向こうギャンブルギャンブル、楽しもうぜ、はい、いいね、毒のダメージが出るのはでげえよ、ここでドルマいきます、賢さっきから放たれる暗黒呪文放つ、いいね、
これ、ギリ溜まるか、勇気。あ、勇気ギリ溜まりそうだな。あ、いいね。え、濃厚だね。え、リザードマン濃厚か。おい、おい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 、リザードマン濃厚か。おい、痛えな。エビルスピッツがかわいそうだぜ。ミニモリ18なんだぜ、こっちは。暗闇のキリー。ああー、たまんね。勇気たまんなかった。勇気たまんねえか、このターンには。そっか、勇気たまんなかったか。いい勝負だな。いい勝負だよ。楽しい勝、楽しいバトルだ。楽しい勝負ね。ああ。行くぜ。はい、よいしょ。効果抜群だ。いやーい。打撃プレスプラス毒はやべえよ。行くぜ、マルチプレス。はい、よいしょ。いいね。それはいい。それはいい。おお。楽しいな、この勝負な。で、楽しいね、この勝負ね。こりゃ対人でやったらダメだけどさ。まあ、楽しいね、この勝負。いって、こんなの？おい、みー。いやー、でも返せないでしょ。このダメージは返せないでしょ。250。暗闇切り当てればもう、ほぼ勝ち確でしょ。暗闇切り当てればもう勝ち確だよ。あ、勝ち確。はい、タイヤリ。いいね、楽しい。楽しい勝負じゃん。楽しい勝負だったね。ねえ、どうせ総裁なんだから。判定判定。ごめんね、ゴミみたいな試合で。ごめんね。ヒットポイントの量により、ユーロを勝ち取する。たまには何、普通の自分のチームとしゃれ込んでみるかい。ということで、はい、私の最近組んだチームとね、しゃれ込もうと思います。はいね。向こう楽しいバトルよ。ティラチームも意外とガチだかんね。ティラチームはそこそこガチってんだよな。ティラチームそこそこガチってっからな。あんま面白くないかも。いや、でも今、俺でギャンブルで向こうに勝てるくね、そんなもん何気にしもあらずですよ。いきます。飛びついて。丸かじり。はい。うお、強い。丸かじりはやべえよ。そしてここで返す。上位種、お宝。はい。うれす、おっと。さあ、ここで灼熱の炎。これ怖くね？待って、これやばくね？ちょっと待って、このパーティーもしかして灼熱やばいんじゃね？あ、でも、IC 鍵受ける。IC 鍵受けたな。さすがに。ここでクラーク。必殺拳。クラーク、稲妻切り。はい、よいしょ！うお、強っ！うお、強っ！暗闇の切り。これ暗闇の切り。それはあんまりだよ。それはあんまりだなと思ってるわ。もうマルチプレスで、ここからね。何が飛び出す、マルチプレス。守備力ダウン。守備力ダウンは意味ないよー、あんまり。さあ、タロットターン行きましょうか。タロット行きますよ。ここでタロットでなんかめっちゃいい子がね、さっきのミネアもそう、ね、ミネアの見取りもすごかったけどさ、ここでなんかすごい行くんじゃないの、見せてくれよ。はい、よいしょ。それは悲しい。いや、それは悲しいな。暗黒呪文、どれだ。ダメだ。亡霊剣士、暗黒に対策からダメだ。それはまずいわ。灼熱を。あ、でも、意外とパンドラちゃんたちを受けてる。逆転できるかもね。おっと、これはダメだ。これ聞いたらでかかったけどね。で、クラークがだいぶ受ける。稲妻切り。来た、クラーク。必殺拳稲妻斬り。さっき強かったから。熱いよ、マジか、こいつクラーク、マジか。じゃ、飛びついて丸かじり。うおー、よ、外れたわ。外れたわ。闇打ちだ。闇に飲み込まれる。俺は先に飲まれる。毒いく。いいね、毒が効いていくよ、ここで。まあ、ここ、これでしょ、こちらも。タロット、もう一回、もう一回遊べるの？もう一回遊べますよ、タロット。いきます。タロット、もう一回。カモン！はい！これ、多いな。これ、多くない？いやいや、これ危ないよ。お互いもう、フラノヒ。なに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 ？シュールな。
なんだってこの画面は。止まっていいよ。ちょっとシュールなのやめろって。シュールなのやめろや。ちょっと差ついてるぞー。さすがにお遊びをしすぎて普通のパーティーには勝てねえぞ。いくぜ。何が飛び出すマルチプレス。はい、よいしょ。おっと、これは来たー。呪いのブレス、呪いブレス来たよ。さらにお宝を吐いていく。毒クラーク受けるな。呪いに一食い箱弱いからね。一食い箱呪いとか麻痺に弱いからな。さあ、行きますよ。雷を呼び寄せるー。サンダブルト、はい。うわ、ダメだ、よよよよよ、食らいすぎ。それは食らいすぎ。ちょ、待って、そんな食らうの？え、食らいすぎじゃない？それ、ちょっともういくらなんでも。あんこ耐えてあんな。一食い箱。これやばいぞ。まさか、終わっ、え、あれ、終わるの？俺の酒が終わるの？ふぅ！まだだ！そうだ、勝負の最後までわからない。奇跡も魔法もあるんだよ。奇跡も魔法もあるんだよ。あ、ここでカメラを呼び出されたよ。サナブル、サナブル強いね、クラーク。はい、というわけで今回はね、完全にもう勝負度外視です。これひどいです。正直ひどい動画なんじゃないかなと。編集大変だぞお前。編集する俺で言うとく、ごめんな。というわけで今回はね、酒を飲んだ時にこれチーム実は酒飲みながら作ってたんですよ。頭おかしいかもしんないっすねこれはね。はい、というわけで今回はもう完全勝利度外視、もう面白いね、もうランダム性もしかないパーティーを作りました。はい、たまにはいいんじゃないですかね。では今回はこれが終わりたいと思います。お疲れ様でした。次回はちゃんと撮ります。